先祭どもこそ残りなくひもときはべりにけれ、意図ものすさまじきとしなるを、心やりて時知りがおなるも哀れにこそ、とて柱により痛まえる夕場へ意図 めでたし、昔の御事どもかの野々宮に立ちわずらいし、あけぼのなどを聞こえいでたも、意図もの哀れとおぼしたり、宮も隠ればとにや少し泣きたもを気配、意図ろうたげにて内みじろきたもをほども浅ましく柔らかに生めきて、おわすべかめるを、おわすべかめる見立てまつらぬこそ口をしけれど、胸の内つぶるるぞ歌てやあるに歌てあるや、潜在どもこそ残りなくひもときはべりにけれ、意図ものすさまじきとしなるを心やりて、時知りがおなるも哀れにこそ、なかなかここら辺からも言葉がなんとなくこう叙情的に意味を持っているわけですね。潜在などが残りなくひもときはべりにけれ、この潜在の草木の様子がどれもこれもひもときはべりにけれ、ここに引き歌がありまして、桃草の花のひもとく秋の野に思いたわれんひとなとがめそ、古今和歌集の秋の情の巻の読みと知らずの歌ね。古今和歌集の読みと知らずの歌っていうのはなかなかこんなふうに、読みと知らずの次の時代が六花仙の時代、成平とか小野の小町たちの時代、ここになってくるとだいぶこう歌が技巧的になって、来るわけですが、その次が古今和歌集の選者たちの時代、紀貫之やその他大志高知の三船や選者時代、この読みと知らずの時代が一番、まあ、歌風が万葉集に近い古さを持っていて、同時にまた細やかな叙情性もスッとこう読む者の心に響いてくる歌が多いわけです。桃草の花のひもとく秋の野に思いたわれん、たくさんの秋の野の草の花がひもとく秋の野に、ひもとくってのは花がまあほころびる、花が咲くことを表しているわけですが、同時に恋人同士が相あって、そしてお互いの着物をこう開くとき、そのひもとくひもを解いて、そしてまあ肌絵を近寄せる、そういうことを連想させる言葉なんですね。ですからこの歌をここで言うっていうことは、なかなかあの光源氏のなんか下心っていうふうなものが感じられるわけですけれど、その歌の一部分を引いて、潜在どもこそ残りなくひもときはべりにけれ、潜在の草木も、あの草の花も、草木の花も、すべて皆同じように、ひもとき始めましたね、咲いておりますね。まあその程度ですね。ひとなとがめそまであんまり強くこう引き入れてこなくても結構ですが、桃草の花のひもとく秋の野に思いたわれんいうふうな気分がなんとなくこうこの引き歌によってその場にこう漂い始めてくるということを感じれば十分であるわけですね。意図ものすさまじきとしなるを心やりて時知り顔なるも哀れにこそ、
今年は大変まあ凄まじい感じのする年でありますが、この潜在の草木の花などはいかにも心地よげに時節をわきまえ顔でいるのもしみじみと心にしみことですねとおっしゃって、柱によりいたまえる、柱にもたれかかって、そしてよりいたまえるというのは座っていることですね、腰を下ろしていることです。柱に状態を持たせかけて、そして腰を下ろしていらっしゃる、つまりゆったりとうちくつろいだ形で、御簾の中に、いる様子ですね。柱の際に、いる様子です。その様子が夕映え意図めでたし、折からの夕映えの光の中で大層見栄えのする結構なご様子である。昔の御ことども、かの野々宮に立ち煩いし、あけぼのなどを聞こえいでたも、あの六条の御息所がまだこの世にいらした時、そして、伊勢の西宮に定まって、この女房がまだあの野々宮でいらっしゃった時、そこを訪ねていった光源氏、外に立ち煩っていらっしゃったあの曙の様子など、榊の巻に出てきた場面ですね、そのことなどを思い出として語りでなされていらっしゃる。大層しみじみとお思いになっていらっしゃる。女房の、西宮の女房の方でも、隠れ場、ここにも引き歌が働いているわけです。我が思う人は草葉の露なれや、隠れ場袖のまず絞るらん。我が思う人は草葉の露なれや、隠れ場袖のまず絞るらん、あ、隠れ場袖のまず絞るらん。秀逸の恋の巻にある、これも読み人知らずの歌です。我が思う人はあの草の葉に置く露なのでありましょうか。心にかけるというと、その露が、つまり露は涙ですから、涙が袖にかかって降りかかって、まず袖を絞られることであります。その歌を引き歌にして、その歌の一句の隠れ場、隠れ場袖のまず絞るらん、その意味を聞かせたわけですね。便利ですね。これで胸の内がこう適度な形で相手に伝わるわけ。その代わり、こういう引き歌の問答をやるためには、お互いが非常に深い、そして広い、和歌の世界ってものを心に畳み込んでいなければ、ただこれだけの言葉でスーッと元歌の引き歌の一種全体の気分が
お互いにこう伝わり合わなければならないわけですから、なんとも贅沢な言葉のやり取りの世界ですね。心のやり取りの世界、もちろんだからこんなことをあの世に限られた数の宮中を中心、当時の宮廷を中心にして深い教養、そしてそれに対するあのつまり古典の和歌に対する深い理解を持っていた人たちの間で成り立つことなんですけど、ただあの、じゃあ地方ではどうだったんだと言いますと、あの決して軽蔑してはいけないのでありまして、万葉集の牧野十四のあの吾妻歌の世界、ああいうふうなものをやはり、吾妻の村の人たちは共有しているわけですから、あの何十倍かの歌をおそらくみんな心の中に畳み込んでいたに違いない。それでなければあの村の生活の中であれが随時随所に歌われたときにスーッと共感を持つことができは、できはしない。つまり共同体の生活、共同生活ってものがそういう密度の中で行われているわけ。まさかそんなの買いかぶりよとおっしゃるのならば今でも結構です。奄美大島へ行ってご覧になればいいです。何年か前に僕は奄美大島で万葉集の吾妻歌の話をした。大層あの小学校の教室で、少し広い教室でやったんですけど、通路にまで座って島の方々が聞きに来られた。そして2時間ほど話した後、先生の話してくれたこと夏の浜辺で今でもやっとるねと言って、ああそうその通り歌掛けを皆さんやってらっしゃるよね、あれですよ、あれの1200年ほど前の僕が講義しただけのことで、皆さんのやってられることはまさしくその通り、あの歌掛けは吾妻の村々のこの吾妻歌の掛け合いと同じことですよねって言ったんですけど、つまりあのですから意外に平安朝のこの宮廷の非常にまあ緻密で高度な歌の掛け合いというものだけがあの特別なのではそんなにないのですね。私の子供の頃でもあの村の盆踊りなんかで歌われる歌っていうのはあの大変たくさんありましてね、そしてあの子供でももちろん覚えて暗記してしまうし、そして意味があの恋かなんかの微妙なものになると分かりはしないんだけれども、なんとなくムードで、まあ半分ぐらい分かってた。それから、掛け合いでこうやるのがありました。やぐらの上で歌う、そうすると大きな円陣を書いてこう踊っている者たちがまたそのそれに返す、に掛け合いでやったりする、そういうのがだんだんとこう即興的になっていくわけですね。これは今でもあの富山のあのお盆にある、なんかたくさん掛け合いのあれがあって、そして即興的に、そしてそれはあの決まった形ですでに歌われたものではなくばかりではなくって、新しい歌があの踊りの場で生まれていくわけですね。風の盆の、 あの歌なんかはで同じこう節で、しかし言葉はどんどん新しいのが生まれていく。その新しく生まれていく歌の中であのいいものが残っていくわけです。選択せられていくわけ、淘汰せられていくわけです。ですからあのこの源氏物語、あるいはこの時代から新古今和歌集なんかの時代にかけてのあの高い密度のある
そして特定のこう宮廷を中心とした貴族社会だけでのやり取りというものだけが特別なんだと思わない方がいい。むしろもっと広い底辺を持った日本人の、大事な生活の中での本当に自分たちの思いを伝えたいと思う集団の情熱の流露した形、そういうものが生きていたんだ。それが近代の初め頃あたりまでの村々の盆踊りの場でまだ生きて残っていたんだっていうことは一方で考えておいた方がいいんですね。ここだけを孤立させて考えてもあまり意味はないことなんですが、しかしこれほど洗練した形でやれるのは、これはやっぱり、宮廷ぶり、それから都ぶり、つまり雅の文化なんですね。でそれに対して、東国の村々の歌の掛け合いだとか、あるいは今も奄美大島や沖縄なんかに残っているああいうのは地方風なひなびた文化なんです。同時に都人は雅ばかりを大事にしてたわけじゃないので、地方風なひなびの魅力というふうなものにも大変敏感であり、また同時に地方の人たちは自分たちのひなびた文化と、違った魅力を持っている、繊細でそして非常に美しい雅の文化ってものに大変な憧れを持っていた。その2つの文化のこう引っ張り合い、影響し合い、響き合いっていうものが長い間日本の文化の伝統を支えてきていたわけですね。まあ、とにかくこんなふうに引き歌を使って見事な心の表現を、大変微妙に、そしてあでやかに上品に交わし合うわけです。宮も隠ればとにや、少し泣きたもう気配、糸ろうたげにて。源氏がしっとりとお母さんのことなんかを語り出して、そして野々宮のことなんかを言うわけですから、西宮の女房も思わず心が溶けて、そして、少しお泣きになるその様子が大層かわいげであって、うち身白きたもうほども浅ましく柔らかに生めきておわすべかめる、つまり貴重の奥の気配なんですね。ぼーっと見えて感じられるわけですけれども、こういう身白きの気配なんかが、それがまた何とも魅力的なんです。直接会ってるよりはずっとこうあでやかな感じがしてくるわけ。うち身白きたもうほど、貴重の中でのその女房の、若い女房の身白きの様子、呆れるほどに柔らかに生めいていらっしゃる、おわすべかめる、直接眼前にあらわに見ているのではない、気配で感じているわけですが、生めいていらっしゃるご様子、見立て祭らぬこそ口をしけれと。まだ源氏の君はこの姫君の姿を直接見ているわけではないのです。こういうところが、ね、現代のこの生活のありようなんかとは全く違ってるわけですね。源氏はもう親代わりの親しさで、店の中へそっと入ってしまったんですけれども、でもまだ源氏の体験の中にもこの方を
直接見たという体験はないわけです。そして今も記帳の中でその気配を感じているわけです。見立て祭らぬこそ口惜しけれと、まだ直接お見申し上げていないことこそ残念だと、そう胸の内つぶるるぞうだてあるや。源氏の君の胸の内がこの女房に引きつけられて、まるでつぶれるような思いでいらっしゃるのがつらいことだ。と思いになっているようだ。胸の内つぶるるよ、つぶるるぞうだてあるやというのは、これも語り手の言葉なんですね。源氏の君の心中を察した語り手の言葉で、そして同時にそれが聞き手の心を一層こう刺激するわけです。源氏の君が胸の内がまるで潰れるような思いでいらっしゃるのもひどいことだよね、甚だしいことよねと言って聞き手の心をそそっているわけですね。